こんにちは、吉田さん。まあ堂々巡りになりますけども、やっぱりね、なんか続かないんですよね。あの、振り返ってみると、私もたった、たった8年か9年ですよ、やってるのは。うん。あらゆるビジネスの中で、多分そんな長い方じゃないんですよ、9年間、同じことをやってるっていうのは。でも、その情報発信して、9年も経たないうちに、まあ、人財産なしたりとかね、私、人よりもセンスがいい方だとは思うんですけども、それでも、 ここのぐららいいい続けなななとと、まあ、形にはならないっていことだと思うんですよねだから自分が凡人とかね凡人以下っていうふうに思うんだったら、まあ、少なくとも私よりはやんないといけないかなと思うんですよ。これで別にねあの威張って言いわけじゃないんですけどもやっぱり私は運がいいしねでいろんなことのみ込みが早いんで多分用意どんで始めたら人より先に行くんですよねまずは。でそのの後でほとんんどど人がああなんかしんないけど 継続しないっていうんですかね。それで離脱していく。もしくは、継続してるだけってのもいます。あの、継続してるだけの方はまだ、ましといえばましなんですけども、逆に立ちが悪いんですよね。方向転換しないんで。いや、これは向いてないよっていうふうにはっきりと自分でも分かるし、求められればそういうふうに言ってあげるんだけども、結局続けちゃうというね。うん、だからずっと進んでいて、その100メートル、100メートル走か。100メートル走でこた例えるとですね、 ゴールに向かってずーっと続いて走ってればいいんですけども、反対方向に行ったら遠々とゴールにたどり着かないじゃないですか。でもずーっと走ってるからいつかつ届くと思っちゃうんですよね。まあ、そういうなんかね、悲劇もあるし、あのー、前回の動画でも申し上げたように、あの、六本木ヒルズにねの、毎月通って、で、そこにいる顔ぶれ見てましたけども、まあ、いなくなりますよね。なんかね、 この片田舎から出てきた麻雀屋の親父は未だにやってるのに、あの、東京都心に住んでるセンスのいい若者はなんかいなくなるというね。何なんですかね。まだたまに出てきたと思ったら詐欺みたいなことやってるんで、<laughs> まあ、とんでもないなぁと思いますけどね、うん。で、あの、なんですかね、あの、まあ、成功できる人は1%っていうけど、1%よりも少ないんじゃないかなと思うんですよ。なんか1万人中1人ぐらいの、うん、そのぐらいで、あと、 まあセンスのある人で10年普通の人で30年みたいな世界だと思うんですけどもうん、まあ、けどね本当なんか1年持たないっていうのはさすがに情報の早い時代でもあのもう滅法やって1年だったらいいんですけどね大してやってないのに1年で自分の力量を測っちゃうってところはちょっとだいぶ見誤めるところあるんじゃないかなと。でまとめるとねやっぱり自分の背の高さを鏡を見て誤解をしてるんですよね。 やっぱりその鏡が曇っているか歪んでるかしてるんで自分の背が高く見えたり低く見えたりするんでしょうけども実際に自分の背中をしっかりと見てくれてる人にどうだって聞けば多分一番分かりやすいんだろうなと思うんですよもちろん、うん、自分の背中を見てる人の目が曇ってるかもしれないんでなるべくセンスのいい人から見てもらった方がいいですけどねでも多くの人はセンスの悪い人の評価を気にしてそれに従ってしまうんですよそれはねなんかねずっと見ててそうなんですよね あの判断力のない人同士で相談してたりとかねで鶴の一声みたいなのは持ってないんですよ10人集まっても20人集まっても似たり寄ったりのアイデアでああでもないこうでもないお前が悪いこいつが悪いってなっててどんぐりの末倶楽部みたいな感じでいやなんか束になってかかっても結局誰もゴールにたどり着く方法言ってないよみたいな風にうんなんかね一山当てた立場からすると思えちゃうんですけども。 ただちょっと言いにくいですよねなんか偉そうに言ってるみたいに聞こえちゃうんで、うん、そういうのをねもうこう取っ払って偉そうに言うとか言わないとかじゃなくってあこれが真実なんだな確かに実力がこんだけある人がそう見立ててるんだから信じてもいいかもしれないなっていうふうな考えがセンスがいいってことなのかなとは思うんですけどね、うん、考えてみたら私もその この人だったらセンスがいいんじゃないかなーって人の言う通りに凡字徹底して今に至るって感じですからね。うん、そこにはもう自分の感情なんて入れずに、自分の判断入れずにやっただけだということではあるんですけどもね。はい、じゃあちょっと行ってきます。